バス。ワンワン運動会。皆さん、ワンワン運動会にようこそ。もうすぐ始まりますよ。選手入場です。ベルマンさんだ。今大会の商品はこちらです。わあ、巨大なアイスクリームだ。絶対に優勝するぞ。それでは参りましょう。最初の競技は懸垂です。皆さん位置について。よーい、スタート。よっと。負けそうだ。ベルファーさん、頑張れ。諦めるな。次の競技は嗅覚勝負。最も多くの品を見つけた者の勝利です。最初はアヒルのおもちゃだ。スタート。どこだ。見つけた。早い。次は鍵だ。また見つけた。やったっけ。次はスイカだ。スイカ。あっちだ。見つけた。次はオレンジだ。ここだ。なんだって。リンゴ。見つけた。見ては、さくらんぼだ。見つけた。試合終了。勝者ベルマン選手。最後の競技は1000メートル走だ。わあ、足が長い。位置について。よーい、ドン。負けるか。なんだね。もうダメ。ベルマン君、頑張れ。ベルマン君、上で。一番だ。勝者ベルマン選手。優勝者はベルマン選手です。商品の授与です。おめでとう。アイスだ、アイス。アイスは三等賞だったのか。交換しようか。いいな。ありがとう。おおおおおおお。お願い、いいねをしてね。狼が来たらすぐに隠れよう。うさぎちゃん、ママはちょっとお出かけしてくるから悪い人が入ってこないように戸締まりに気をつけるのよ。わかった、ママ。バイバイ。バイバイ。アイス、アイス、おいしいアイスだよ。アイスだ、食べたい、食べたい。アイス。
よし、もうここも閉まってる。他の家を見てみるか。開いてる。へへ、不用心だね。誰もいない。ラッキー。やった、こりゃいい。これもこれも、わお、やったへへ。うまいもんがいっぱいだ。やった。うさぎの家か。やっとアイスが買えた。あれ、ママ帰ったの？ママ？オオカミだ！お嬢ちゃん、姿を見られたからには逃がすわけにはいかないんだよ。どこだ？逃がすもんか。ここだ。どうしよう、どうしよう。そうだ、泥棒だって警察に電話しよう。ワン、こんにちは、ラブール警部です。ラブール警部。私、ウサギです。うちに泥棒が。なんだって？ウサギちゃん、早く隠れて。声を出さずに待っていてください。すぐに向かいます。二人とも急ぎましょう。はい。いたたた、いやはり、うさぎちゃん、出ておいで。いるのは分かってるんだ。お？お？警察？まずい、逃げなきゃ。隠れるか。サギちゃん、もう大丈夫だから安心して。鍵が閉まったままということはまだ家の中にいるはず。あ、そこだ。もう逃げられないぞ。ロボット掃除機だ。どこに隠れたんだ？ここか！あーだ！しまった！食べ過ぎた！逃しませんよ！あいた！この捕まるもんか！小麦粉。もうまずい、何も見えない。私に任せて。まずい、逃げられた。あそこから逃げたに違いありません。待って、追う必要はありません。狼の居場所なら分かっています。あそこです。観念しろ。寒い、もう泥棒なんかしない。ダブル警部のワンポイントアドバイス。みんな、ドアや窓の戸締まりをしっかりして、泥棒が家の中に入ってこないようにしようね。もし泥棒を見つけたら
慌てずに静かに警察へ通報するか、パパやママに助けを求めるんだ。みんな覚えたかな？ワン！美容師さん。こんにちは、ホースさん。いらっしゃい。すっきりとしたヘアスタイルにしてください。私は可愛くパーマを。僕はかっこよく。オッケー、お任せあれ。はっは、君の美しさを作り出す。はっ、さあこちらへ。はっ、はっ、はっ、よっと、はっ、よっ、は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 っ、まずは髪を洗いましょう。シャカ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 。あっ、そんな、なんじゃありゃ、怖すぎる。うわ、毛玉の怪物だ。逃げろ。何かあったようです。見に行きましょう。待ってください。ちょっとちょっと、まだ洗い終わってないよ。私のキャンディーが。もう大丈夫だからね。あれは何でしょう。怖すぎる。ダボール警部、あの大きな毛玉に僕のスケートボードが食べられちゃった。私たちのも食べられちゃった。安心して、私たちに任せてください。追いますよ。はっ、はい。ラン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 。フラミンゴママ、大丈夫ですか？あらら、私のバッグが。毛玉め、待って。それ捕まえた。ちょっと。あれ、ベルマンさんは？それ、ここでさ。ベルマンさん、それ。それ、やった。はっ、毛玉の中にこんなにたくさん入ってたなんて。あ、君は羊くん。羊くん、羊くん、どこにいるの？あ、羊くん。ママ、ここにいたのね。羊ママ、何があったんです？それが、この子ったら髪を切りたがらなくて、どんどん伸びてしまったせいで前が見えなくなってしまったの。それで美容院に連れて行こうとしたんだけど、途中で逃げてしまって。自分の髪につまずいて転がっていっちゃったんだ。そういうことだったのか。ごめんなさい。それじゃあ髪を切りに行こうか。うん、行きましょう。いらっしゃいませ。おや、これまた随分伸ばしたね。
ホースさん、羊くんをすっきりとしたヘアスタイルにしてもらえますか？オッケー、お任せあれ。大丈夫、私たちがついています。新しいヘアスタイルもきっと気に入るよ。まずは髪を固定して。シャ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 。どうぞ。どうぞ。安心して。美容師ホースにお任せあれ。羊くんの髪を掴んでいてもらえるかな。了解。おっ、シャ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 。ほう。わあ。あ、じゃん。完璧。とても似合ってるわよ。髪を切ったから前が見やすい。それにとってもすっきりした。ほらね、髪を切るのは怖くないだろ。それにすっきりして気持ちいいでしょう。うんうん、もっと早く来ればよかった。ダブルケーブのワンポイントアドバイス。みんな、定期的に髪を切ると清潔なイメージを保つことができるんだ。髪を切りたいときは美容師さんにお願いしようね。美容師さんは髪をカットするだけじゃなく、いろいろなヘアスタイルにしてくれるんだよ。ワン！赤ちゃんをお世話するおまわりさん。ベルマ、起きてご飯食べなさい。あーちゃん、まずい、遅刻だ、遅刻。あーだ、この、よっ、あれ、あはははは。急げ、急げ。ベルマ、朝食は？またこれ。これも、これも、これも。あんたの好物じゃないの。あ、ママ、遅刻しちゃうから行くよ。あ、ちょっと。はあ、ハンポン、おいしい。ママの朝食は同じものばっかりでもう飽きちゃったよ。朝食を作るのは大変なんです。そんなこと言ったらお母さんが悲しみますよ。いた、お腹が痛い。あ、危ない。あ、うちの子が。やまりママ。私が病院へ付き添います。いた、私の赤ちゃんが。安心してください、赤ちゃんのお世話ぐらい僕がやりますよ。それじゃあお願いしますね。わあ、ヤモリちゃん、今日は僕たちがお世話するからね。あれ、ヤモリちゃんは？ヤモリちゃんがいなくなった。ああ、ヤモリちゃん、ヤモリちゃん。ベルマン君、ヤモリちゃんは君の背中です。わわわ、くすぐったい、くすぐったい。おっと、それは口に入れちゃダメだよ。え、お腹が空いているんだ。ほら、どうぞ。やった。
とと、本当にありがとう。どうして泣いてるんだ。お腹が空いたかい。ほら楽しいおもちゃだよ。ほらメロメロバーン。やっと笑った。今度は何。そうか、うんちですよ。はい。泥棒よ。泥棒。泥棒。ああ、臭い。警察。待ちなさい。助けに行った方が良さそうだ。しっかり持ってね。やーそれ逃がすか。それ止まりなさい。どこに行った。カバンは置いたままです。まだそう遠くには行っていないはず。どこに隠れてるんだ。大丈夫、すぐに拾ってあげるね。捕まえた。そこだ。よし捕まえた。捕まえた。逃げられるとでも思ったか。ヤモリちゃんのおかげだよ。ヤモリちゃん眠ってます。面倒を見てくれてありがとうございました。できることをやったまでです。さよなら。赤ちゃんのお世話って大変ですね。そうだね、親になるのは大変なことなんだ。ベルマン、おはよう。あら今日は早いわね。ママと一緒にご飯を食べようと思ってね。ママどうぞ。ダブルゲームのワンポイントアドバイス。みんな、パパやママでも子供を育てるってことはとても大変なことなんだ。だからみんなも思いやりを持ってパパやママに接してあげようね。ワン百変化のアン。もうまた警察に見つかったわ。でも私は百変化のアンよ。見てなさい、百変化マシン起動。なにこれ、ダサすぎる。もう一度。うわあ、人魚姿もいいじゃない。
ダメね。もう一度起動。なんで木なのよ。ああ虫かゆいかゆい。もう一度よ。きっと。きっと。きた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 。完璧ね。これなら警察にも見つからないわ。待て。なんで同じ顔なの？どうして？捕まえた。なんでアルパカイトが二人も？私じゃない。私じゃない。私はアン。あ、ゴン。まさかアンだとは。二人とも逮捕です。どうしてよ。嘘の救急搬送に気をつけて。くるっと回ってフィニッシュ。準備体操終わり。みんな遊んでいいわよ。モグラ君、ママは水を飲んでくるから先に遊んでて。はーい。水、水、私の水。ああ、私のカバンが。ててもしもし、運動公園に怪我人が。早く救急車。これで誘拐の準備は万端ね。モグラ君、モグラ君、お母さんが怪我して救急車に運ばれたの。ママ本当なの？さっきまであんなに元気だったのに。ママ、モグラ君、私はママの友達だから一緒に病院に行きましょう。どうして怪我なんか。早く良くなるといいわね。モグラママ怪我で病院に行ったんじゃないの。怪我なんかしてないわよ。モグラ君は。モグラ君はあなたの友達と一緒に病院に行くって。そんな。ダブル警部、助けてください。モグラママの友達だと名乗る人が。モグラママが病院に運ばれたと言ってモグラ君を連れ去ったんです。誘拐事件のようですね。どちらに向かいましたか。あっちです。追いましょう。ママ、ママ、急いでよ。焦らなくてもママは病院にいないわよ。ママは救急車に連れて行かれたって。騙したのよ。怪我だって嘘。悪い人だ。助けて。それ。待ちなさい。見つけた。あそこです。やった。アンだ。アンがモグラ君を追っている。なんですって。またですか。写真によるとあっちに向かったようです。急ぎましょう。
待て！もうどこに隠れたの？え？見つけたわよ！待て！おっと！そこ！モグラくん、もう大丈夫よ。待て！どうするどうする？おじいちゃん、飴買ってくるね。はいよ。そうだ。エコガメの写真はっと、よし、これだ。おじいさん、大変です。お孫さんが病院に運ばれました。なに？そんな、まさか。ほら。私の孫が。早く車に乗って行きますよ。よし、はっと。まだ騙された。病院はそっちじゃないわ。おじいちゃん、道を間違えてるわよ。合ってるよ。警察に連れて行くんだから。なんで？ちょうどいいところに警察だ。はっ。ダブルキーブ、怪しい奴じゃ。彼女を探していたところです。あ、こら、待ちなさい。おい、これでもっくらえ。そりゃあ、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 はった。おじいちゃん、カメくん、まったく、このわしを騙そうだなんて一番で早いわ。ほれ、これがうちの甲羅の家紋じゃ。アンさん、署まで来てもらいますよ。ダブル警部のワンポイントアドバイス。みんな、子供を誘拐するために嘘の事故で騙そうとする悪い人もいるんだ。あなたの家族が怪我をして病院にいる、家族が交通事故に遭ったなどと言われても、簡単に信じたりすぐについていってはいけないよ。必ずパパやママか警察に連絡してね。覚えたかな？ワン！偽物の先生に気をつけよう。最近この地域に詐欺師が出没しているようなので、警戒を呼びかけましょう。みんな持ったかい？帰ったら遊ぼうね。ラブルケーブ、ありがとう。いえいえ。そうそう、最近この地域に詐欺師が出没しているから気をつけてくださいね。詐欺師？うんうん、知らない人が訪ねてきたら特に注意してね。あ、分かった。他の人にも知らせに行きましょう。パン様に騙せないものはない、この家だ。はい。こんにちは。アンケートに答えるとぬいぐるみをプレゼントしますよ。あ、最近この地域に詐欺師が出没しているから気をつけてくださいね。すみません、いりません。あ、ちょっと、もう何よ、また騙せなかった。こんにちは、羊先生です。羊先生。ようこそ羊先生、どうぞ中にお入りください。うん、先生、家庭訪問。そうだ。ラララララ。やった。誰だ？あ、いた。まずい、ごめんなさい。もう、なんて日なの。
大丈夫ですか？大丈夫よ。あなたは？幼稚園のアン先生です。でも見たことないよ。新しく来たのよ。あ、こんにちは。幼稚園の資料を100部コピーしてきてください。100部？そんなに？ごめんなさいね。いえいえ、すぐやってきます。パパ、まだ遊びない？遊ぼう遊ぼう。それじゃあ先生と遊びましょうか。じゃーん、アリのお引越しゲーム。アリになりたい子はどこかな？わあ、やるやる、もっともっとやりたい。いい先生だな。ついにやったわ。先生になりすまして正解ね。最近この地域に詐欺師が出没しているから気をつけてくださいね。わかったよ、ラブル警部。前が見えない。危ない。岸食いパパ、どうしてここに？それにこの資料は？新任のアン先生からコピーを頼まれて。新任のアン先生？そうです、子供たちも初めて会ったみたいですけどね。まずい、もしかしたら詐欺師かもしれません。まさか、今家に子供たちといるんです。急ぎましょう。誰が一番早くて上手に運べるかな？バクバク。すごいわ、みんな。完了ね。次はみんなを遊園地に連れて行ってあげるわ。車に乗って。やったー。おっと、パパがまだだよ。パパも連れて行こう。パパはまだ。いいから乗りなさいって。うまくいった。まずい、警察だ。パパ、パパ。あ、みんな追いましょう。前の車、すぐに止まりなさい。止まるもんですか。私のゲーム機。それだ。すごい。新しいテレビが。まずい、追いつかれる。アンさん、またですか？署まで来てもらいます。ラブール警部のワンポイントアドバイス。みんな、見知らぬ人には必ず注意してね。詐欺師は宅配業者や修理屋さん、さらには先生にまでなりすまして詐欺を行うこともあるんだ。常に注意を払い、警戒を怠らないようにね。ワン。アヒルくんのお尻がまた燃えた。ツリーハウスで遊ぼうか。うん。いけ、ショベルカー。うわ、すごい。何の匂い？アヒルくんのお尻から火が。どうだ。何があったんだ。わあ、ヒルくん、あらららあ、何が
があったの？火遊びでもしてたの？やってないよ。火遊びはダメだからね。わかった。お薬取ってくるわね。あー、火薬を閉じるからまた火が。早く消さなきゃ。やった。あっち早く。はい、ポップコーンの豆を2つね。わあ、これでポップコーンが作れるぞ。ワン、こんにちは。ラブルケーブ、アヒル君のお尻からなぜか火が出るの。早すぎて。すぐに向かいます。それラブール警部、アヒル君のお尻からなぜか火が出るの。どうなってるの。すごく怖いよ。安心してください。必ず真相を明らかにします。ここでハリネズミ君とおもちゃで遊んでたら突然お尻に火がついたんだ。おもちゃに問題はありませんね。他にはメルマン君、アヒル君を頼みます。火から守ってください。はい、アヒル君、ほら一緒に遊ぼう。ショベルカー作業開始。周りも異常なしか。ほれほれ。あ、ポップコーンの匂いだ。うわっ、お尻から火が。また火が出たぞ。一体どういうことだ。わあ、もしかして幽霊の仕業だっちゃ。うわ、怖すぎる。どうすれば。皆さん落ち着いて。火事の共通点を見つけました。それはこの場所に座っていたことです。おそらくここに手がかりが。ん、光。火事の原因が分かりました。なんなの。原因はあのペットボトルです。太陽の光があのペットボトルに当たり、光を一点に集めることで高温になり火がついてしまったんです。はぁ、そうだったのか。危険なものは早く片付けないと。はって、ゆっと。わぁ、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 問題か、ふって。危ない。誰が捨てたんだ。おいしい。からか。はった。まずい、火が。危ない。火事だ、助けて。子供が上に、助けましょう。メルマン君、行きますよ。それそれ。ラブルケーブ、もう大丈夫、一緒に避難しよう。よっ。はった、スリッ、スリッ、スリッ、ゲーム、こっちです。それ、離れましょう。
今回の火事の原因はペットボトルを適当に捨てたせいなんだ。これからは気をつけてね。ごめんなさい、アヒル子、ごめんね。実は僕も適当に捨てたことがあるんだ。これからはちゃんと捨てるよ。私たちもダブルゲームのワンポイントアドバイス。みんな、ペットボトルを適当に捨てちゃダメだよ。太陽の光が一点に集まると高温になり火事を引き起こす可能性があるんだ。みんな覚えたかな？はい。